んにちは。今日私が皆さんにお伝えしたいことは、薬物乱用はダメ、絶対ということ。なぜ薬物乱用がダメかって、それを私と一緒に勉強していきましょう。薬は使い方が正しければ人間にとってとても役に立つものです。しかし薬を医療目的以外に使ったり、医療目的にない薬を不正に使ったりすることを薬物乱用と言います。薬物には小麦粉のように粉末のものをはじめ、飲み物のように液体のものや錠剤の形をしたものなどがあり、形も様々で種類もたくさんあります。今から危険な薬物の種類について勉強しましょう。薬物は脳に与える影響や薬の作用によって3つの種類に分けられます。1つ目は脳を刺激して興奮させるタイプ。代表的なのは覚醒剤、別名スピード、 S、 痩せ薬。日本で最も多く出回っている薬物で、一度使うとまた使いたくなるという中毒性が強く、非常に危険な薬物です。これはコカイン、別名はスノー、コークなどと呼ばれています。南米原産のコカの葉から作られるもので、ほんの少しでもとても強い作用を持つ恐ろしい薬物です。これは MDMA、 別名エクスタシーとも呼ばれている薬物で、カラフルな錠剤に可愛らしいマークが描かれているものが多く出回っています。一見危険な薬物に見えませんが、覚醒剤と同じぐらい危険です。二つ目は脳を麻痺させ気分を沈め眠らせるタイプ。これはアヘン、ケシという植物から作られる薬物の一種。このアヘンから作られたものが病院などでも使われるモルヒネです。モルヒネはがんの痛みなどを和らげる薬として使用されています。そのモルヒネから作られたのがヘロイン。ヘロインの毒性はモルヒネのおよそ10倍もあるという凶悪な薬物です。抗精神薬とは精神安定剤や睡眠薬などのことで、お医者さんの正しい指示のもと使われれば問題ないのですが、最近ではインターネットで違法に売られたり、偽の処方箋を使って不正に手に入れようとする犯罪が増えています。シンナーやトルエン、接着剤に含まれている有機溶剤も脳を麻痺させる作用を持っています。シンナーは本来塗装を行う時などに使用されますが、乱用される場合があります。シンナーの恐ろしいところは歯や脳を溶かしてしまうことです。一度溶けてしまった歯や脳は二度と元には戻りません。三つ目は実際にないものが見えたり、ない音が聞こえたりする幻覚作用があるタイプ。これは大麻、別名マリファナ、グラス、チョコ、葉っぱなどと言われています。日本では大麻の所持や栽培は犯罪ですが、最近ではこの大麻に関係した若者の逮捕者が急増しています。 LSD は代表的な幻覚剤です。少しの量で長時間の幻覚作用を及ぼす極めて危険な薬物。使い続けるとパニックになったり、疑い深くなったり、感情が大きく変化します。これは違法ドラッグ、脱法ドラッグとも言われています。麻薬や覚醒剤などと似た成分が含まれており、大変危険です。さまざまな商品名で若者をターゲットにして販売されているため、注意が必要です。
薬物が人間に与える影響はとても大きいものです。薬物が壊すものは3つあると言われています。薬物が脳を壊す。薬物乱用を続けると脳が正しい働きをすることができなくなります。薬物を使って破壊された脳は二度と元には戻らないのです。さらに薬物は生殖機能を低下させ不妊、流産、胎児の死亡を引き起こすなどの報告もあります。薬物が心を壊す。薬物は脳だけでなく人間にとって大切な優しさ、思いやり、信頼、友情、愛などの心も壊すのです。薬物を手に入れるために親の財布から平気でお金を取ったり、友達や恋人に平気で嘘をついたり、家族や周囲の人を傷つけます。被害妄想も大きくなり、自分で自分を傷つけたりすることもあります。薬物が人生を壊す。最後に薬物が壊すものは人生。友達や愛する人が離れていき、将来の夢や希望までも奪ってしまうのが薬物なのです。そして薬物を使い続けた人が最後に行き着く先は死。薬物を使ってしまったら最後、脳と心、そして人生を破壊されるのです。薬物の恐ろしさは他にもあります。続いては薬物が持つ2つの特徴。この特徴が薬物をやめたくてもやめられなくしているのです。その2つとは依存性と耐性。依存とはそれに頼って生きることを言います。薬が切れた時に生じる不快感に耐えられなくなり、薬物を続けて使わないといけなくなるのです。耐性とは薬物を繰り返し使っているうちに同じ量では効かなくなっていくことを言います。薬物を使い続けるうちに量や回数も増えて、いつの間にか薬物なしではいられない体になってしまうのです。たった1回だけでも抜けられなくなるのが薬物の恐ろしいと言われる理由です。薬物を一度やった人が薬物をやめても再び薬物を使ってしまうケースは 60% 近くにも及ぶのです。薬物の恐ろしさ。最後はフラッシュバックという現象について見てみましょう。フラッシュバックとは、薬物をやめ普通の生活に戻ったようでも突然幻覚や妄想が再び蘇ることです。表面上は良くなっているように見えても、脳が薬物を使っていた時の状態を覚えており、ほんの少しのきっかけで幻覚や妄想に悩まされることになります。薬物を使い続けた害は半永久的に続くのです。薬物の恐ろしさを理解してくれたかな。薬物の乱用はたった1回使っただけでも乱用したことになります。さらに薬物は使ってなくても持っているだけで犯罪になる種類もあります。人生がめちゃくちゃになる薬物には絶対に関わらないことを心がけましょう。人はなぜ薬物を使ってしまうのでしょうか。続いては薬物を使ってしまった人の話を聞いてみることにしましょう。16歳の時が一番最初だったんですけど、誘われたわけでもなかったんですけど、まあ、たまたまそのできた友達がシニアを吸ってるっていうのを聞いて、まあ、言ったらその自分から近づいていった形になるんですけど、まあ、ある日その友達の家に学校が終わってから
遊びに行った時にその友達が吸ってたので、まあ勧められるがままというか、あの吸うかって聞かれて断る理由がなくてもそのままあの吸ったっていうのが一番最初ですね。まさかそのやめられなくなるとかそんなことまで考えてたら多分やんなかったんですけど、それよりもその使って何かからこう逃れたいとか解放されたいっていう思いの方が先にあったので、あのほとんどもう何も考えなずあの使ったっていうのが一番最初ですかね。で後先のことなんて一切考えないうち考えないで使って、気づいたらもう依存症になってしまってたんですよね。なのでそんな簡単にやっぱり手を出すものではないということと、1回使うぐらいなら大丈夫だろうとか、やっぱそういう思いが僕もどっかにありましたし、こんなもんやめられるって思いながらもずっと使い続けてしまったので、あの結局はまあやめられなかったんですけども、すぐにそういう状態になってしまうので、やっぱりそう簡単に手を出すものではない、っていうことと、人と、うまくやれたり内面を打ち明けられたりだとか頼れる大人がいたり友達がやっぱりいるっていうのは薬が必要ないってことなので、あの薬の代わりにやっぱりそういう人を求めてほしいなというふうに思います。はい。知り合いに勧められた男性にですね、こういうものがあるよって、でそれが覚醒剤とは言われなくてですね、その注射しか知らなかったんですよね。だからその吸引するやり方だったので、初めてだったし大丈夫だよって言われて、まあ、使い出して、で使ってたんですけど、それが実は覚醒剤だったっていうことを後から言われたんですけれども、あそうなのかぐらいで、もうそのまんま使い続けてきました。自分が上手に使ってると思うんです。使ってる時はですね、すごくこう時間調整したりとか場所を考えて、こういうところに行くから薬を使ってうまくやっていこうとか、そういうふうにこう自分でコントロールしてやっていこう、やってってるつもりなんですけど、気づいたらこう立場が逆転してるんですね。なんかしんどいなとかうまくいかないなって思っても、それが薬のせいだとは気づかなくて、なんか他のものが悪いんだとかいうことをどん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 その外にこう八つ当たりじゃないけれども外の責任にしてやってったりするので、怖いって言ったら薬に使われちゃうことなんですよ。薬が中心王様で、それの下でこう使われてるっていう感じですね。薬使うとですね、こう楽しいものとか綺麗だと思うようなそういう気持ちとかがすごくなくなってしまうですよ。感情がなくなってしまうし、そうすると今まで楽しいと思ってたこととかが全く楽しめなくなって、でなんかもっとなんかすごくこうなんだろう、いろんなものを感じれなくなるんですね。でそういうのってやっぱ寂しいじゃないですか。おいしいもの食べたりとか、こう綺麗なもの見たりとか楽しいこと遊んだりとか、でそれが全部できなくなってしまう。今自分の大好きなもの、好きなものに囲まれているとしたら、それが全くなくなってしまいますから、それと引き換えですね、薬っていうのは。で最終的には自分の命と引き換えになるので、まあ、使わない方がいいんじゃないかなって、思います。薬物が危険でダメだと分かっているのにもかかわらず薬物を乱用してしまう人がいるのはなぜなのでしょうか。忍び寄る薬物の手口を見てみましょう。薬物乱用のきっかけは知り合いから。薬物乱用で最も多いのは、友達や先輩から勧められて仲間外れになりたくないという思いからついつい手を出してしまうというケース。痩せられるよ、疲れが取れるよ、眠気が取れて勉強ができるよ、みんなやってるよ、一回だけなら平気さ、など甘い嘘で誘ってきます。近年ではインターネットでの入手も増加しています。インターネットを利用した薬物購入は捕まりにくいと考えている人も多いようですが、実際には履歴が残るため
検挙に至っています。次の映像は友達からシンナーを誘われる映像です。みんなならこんな時どうするかな。おい、お前も吸えや。あ、いや、俺はいいです。お前、みんなからなんて言われてんのか知ってんのか。クソ真面目くんだ、こら。根性見せろや。見せれんのら二度とその面見せんな。やっぱりいいです。俺はしたくありません。どんな誘いでも毅然とした態度で断る勇気が必要です。え、これってスピードだよ。頭がすっきりなって最高の気分になれるらしいぜ。お前も決めてみろ。おいおいおい、注射をするのはやばいけど吸うのは平気だって。一回やって気になかったらやめればいいんだし。いや、やっぱいいですよ。怖いし。いや、試しに一回だけだよ。大丈夫だって。大丈夫大丈夫。すいません、帰ります。おい、ちょ、待てって。しつこく誘われた場合でもきっぱりと断り、その場をすぐに立ち去りましょう。そして家族や先生に相談したり、また電話相談窓口もあります。自分のため、友達のためにも早めに誰かに相談するのが一番です。一人で悩んではダメですよ。薬物はたった一回でも人生がめちゃくちゃになる恐れがある非常に危険なものです。薬物をした人はみんな後悔しています。やめようと努力してもなかなかやめられず苦しんでいます。だから薬物はたった一回でも絶対にしたらダメだという強い意志が必要です。皆さんも今から言う言葉を心に刻んでください。薬物乱用はダメ、絶対。事件を起こした少年、野村勇気。ごく普通の市内の高校へ通っていた彼がなぜこのような事件を起こしてしまったのか。薬物の恐ろしさをお伝えしようと思います。ちゃんと取れてます。うん、大丈夫。じゃあ本番いきます。我々が住むこの福岡県に広がる薬物の実態を皆さんはどれくらいご存知なのでしょうか。この放送では青少年がなぜ薬物に手を染めるのか、潜入取材を通じて薬物の恐ろしさをお伝えしたいと思います。吉田守、33歳、私の同僚で若手ジャーナリスト。我々は若者に広がる薬物汚染に関するドキュメント番組を作り、高視聴率を取ろうと張り切っていた。この日は大麻乱用者のグループに接触することに成功し、
薬物を乱用する若者に話を聞くことができた。お前知ってんの？ごめん、ちょっといいかな。え？何をしたの？いや、マスコミの者だけど、ちょっと話だけ聞かせてくれないかな。マスコミ？マスコミ？カメラ、カメラ、カメラ、カメラ。カメラだけはないんだよ。何すか、おさん。君たち何歳？え？俺二十歳。十九。二十歳。振りとかしたことある？いきなり何？何？ごめんね、いきなり。あるっちゃあるけど。本当に？うん。これまでどんな釣り経験したことある？まあ、ハッパーとかシンナーとかかな。お前スピードしてたろ。いや、してない。してないっすよ。してないっすよ。してないっすよ。俺ハッパ専門っすよ。いやいやいや、威張ることじゃねえ。一番イカれてるんだ。ハッパとはマリファナ、つまり大麻のこと。大麻をファッション感覚でやっている若者は多い。大麻はゲートウェイドラッグ、つまり薬物乱用の入り口になりやすい薬物、タバコの延長と考え、この3人に罪悪感はほとんどない。やっぱタイマーはどこで買えるの？え？これ取ってないよね、本当。いや取ってない、取ってない。大事大事です。俺たちは公園のところかな。若者たちはタイマーの買い方を簡単に教えてくれた。ここで大麻の売買がなされているという。我々は売人が現れるのを待った。車が停止すると、サラリーマンらしき人物が近づいてきた。今買いましたよね。違うか。行きましょう。すいません、すいません、ちょっと話しよう。やっぱ無理か。今手元を取れました？うん、取れたと思う。その後、私たちは再び大麻を常用している若者に会うことになった。決して公にしないという約束で、実際に大麻を使うところを見せてくれるというのだ。大麻を吸うと一見ぼーっとなっているように見えるが、体の感覚が敏感になるという。はい、お前初めてなんだろ。ちょっとやってみろ。俺はいいです。なんだこいつ、ビビってんのか、ダッセーやつ。根性ねえだな。パッパくらいみんなやってんのによ。吸わねえんだったらどっか行ってろ。グループの中に高校生らしい若者がいた。野村勇気、最近このグループに入ってきた高校生である。ねえ、ちょっと
あ、テレビの。さっきはどうしてタイマーやらなかったの？やっぱちょっと怖かったんですよ。やったんですか？まさか。ですよね。でも周りもみんなやってるし、バカにされたくないし。興味はある？少しは。楽しそうだし。でも犯罪だからな。もういいですか？あ、失礼します。そう言って勇気は帰っていった。罪悪感が大麻への距離を保っていることに少し私たちは安心した。しかしその安心感もたった数日で崩れ去ることになる。急増している大麻乱用者、我々はその取引現場を次々とカメラに収めることができた。主婦や若い女性など大麻とは縁遠そうな人までもが大麻を購入していることに驚かされる。そしてこの日最も驚いたのは見覚えのある人物の目撃だった。あれ、あの時の高校生じゃない？本当だ。頼まれたんかな。まさか自分よ。先日出会った高校生勇気が買いに来たのだ。我々は勇気の後を追いかけ話を聞いた。なんで買ったの？やっぱ仲間外れにされたくないと思ったらやるしかないと思ったんで。でもハマってないんで、いつでもやめられる程度しかしてないっす。勇気は大麻を買っていた。数日前、薬物は怖いからしないと言っていたのに、なぜ？おーい、乾杯！めっちゃせー！あ、チェス。え、なに？いや、終わらせないでしょ。お疲れ様です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 。おめえら喜べ。すっげえもん仕入れてきたからよ。なんすか？これだよ、これ。いいんすか？すげえ。今までと全然違う。スティーラーマン。どうぞ。おお、すげえだろ。すごいっす。おい、ゆうき。ゆうき。お座り。おめえ、みんなからなんて言われてるか知ってるか？真面目くんだ。根性見せてみろや。
全然大したことないじゃないですか。だろ、もっといける。はい。この瞬間から勇気の転落人生は始まっていた。お前帰んなくていいのかよ、もう遅いぞ。いいっすよ、家に帰ってもムカつくだけだし。本当にいいのかよ。あのさ、俺やりたいことあんだ、お前もやってみる。なんすかなんすか。待って、はい。これってスピードだよ。頭がすっきりなって最高の気分になれるらしいぜ。お前も決めてみろ。おいおいおい、注射をするのはやばいけど吸うのは平気だって。一回やって気になかったらやめればいいんだし。一回だよ。そうっすよね、一回だけなら大丈夫っすよね。ああで覚醒剤に手を出した勇気。この頃の勇気はファッションも付き合う友人も変化。覚醒剤中毒者にありがちな衝動性や怒り、暴力行為が目立ってきていた。そうなんだよ。マジボコボコにしてやりてえよ。お前だってお前もそう思うだろ。だって待ちなさい、こんな時間にどこ行くんだ。悪い、またかけ直すわ。関係ねえだろ、父親に向かってなんて口聞くんだ。話を聞きなさい。触んなよ。この頃の勇気は薬物の禁断症状に苦しんでいた。無気力になり部屋に閉じこもる。そして幻覚や幻聴に悩まされていた。あなた俺の悪口ばっかり言いやがって。相当やばいっすよ、イカれてるよな。毎日決めてるしさ、もう金なくて万引きとかひったくりとか何でもありになってんだよ。マジ終わってる。早くなんとかしてやった方がいいっすよ。とばっちりで俺たちも捕まるとかマジ勘弁。ないない、やっぱおっさんも気をつけ。じゃあね、おっさん。ないよないよないよ。友人の話によると、勇気の生活は荒れ果て、覚醒剤を買うために万引きを繰り返しているという。薬物依存の恐ろしいところは、薬物のことだけを考えるようになってしまうところにある。
ちょっとヤバくなってないか。居場所調べて警察に届けた方がいいんじゃ。それは取材が全部終わってからですね。それじゃ遅いだろ。お前これ以上は関わらない方がいいって。わかりました。橋本さんには迷惑かけないんで、もう少し俺だけで取材させてください。吉田はそう言って取材を続けたが、正直私は覚醒剤に溺れていく勇気が怖くなっていた。短期間で人間をここまで変える薬物に恐怖心を抱いていた。ユキ、ちょっとあんた何してんのよ。これはダメ、これはダメ。すんちょ、すんちょ、お前ダメ、俺なんだ、金がいるんだよ。金がなきゃ楽買えねえだろ。勇気の言動に思い悩んでいた父親がついに心労で入院した。そしてついには母親も病気になり、勇気の家族は崩壊した。薬物の問題は家族間だけではなかなか解決しがたい。厳しい言い方になるが、警察沙汰にしたくないという親心が勇気を正しい道に導くことを妨げた部分があったと思う。この頃母親は吉田にこんな相談をしていた。もうどうしていいか分かりません。警察に行ったらあの子は逮捕されるんでしょうか。薬物による幻覚と幻聴には何もかもが敵に思えてくるという特徴がある。人のことを疑い深くなり、自分が狙われているとか殺されてしまうなどと錯覚に陥ってしまう。勇気も激しい幻覚と幻聴に苦しんでいた。そして勇気は警察に逮捕された。覚醒剤取締法違反、殺人、殺人未遂、窃盗、恐喝などの罪に問われ少年刑務所に入り、その後は
刑務所で刑に服することになる。奇跡的に母親は一命を取り留めたが、実の息子に殺されかけた心の傷は一生消えることはない。薬物により壊された家族の幸せは二度と戻ることはないのだ。同僚の吉田は今回の事件で帰らぬ人となった。この VTR は同僚の吉田が取材した内容を編集したものである。吉田の取材ノートには最後にこう書き記してある。薬物に興味を持ってはいけない、近づいてはいけない、とにかく関わってはいけない。たった一度だけでもこの VTR を見た者が薬物に関わらないことを心から願う。シャーンダーマートンダーヤーネマテトンダーヤーネマテトンダ。壊れて消え